カミツキガメは、爬虫甲カメ目、カミツキガメかカミツキガメ属に分類されるカメもしくは、その総称。頭骨最大高頂49.4センチメートル。C カンパンとアバラカンパンには、筋状の盛り上がりがやや発達する。アバラカンパンと円カンパンの間にカンパンがない。後部円カンパンの外縁は、ノコギリ状に尖る。上ゴの先端は、針状に尖らない。 お背面は1列、覆面は2列の大型ウロコで覆われる。ミトコンドリア DNA の解析から、アシュ、中米カミツキガメとアシュ、南米カミツキガメを独立種とする説もある。生まれて間もないコカメ知見がほぼ元アシュとアシュ、フロリダカミツキガメに限られるため、以下は元アシュの知見に基づく。提出が泥や砂で、 水生植物が繁茂した様々な淡水域の水場に生息するが、気水域に生息することもある。完全水生で水場が干上がったり産卵以外で陸に上がることは稀。夜行性だが、北部固体群は中高性傾向が強い。重翌四月に、水底の砂や泥、落ち葉、岩、倒木などの下、植物の根元、水辺に空いた穴。 マスクラットの古巣などで冬眠するが、水温摂取5度の環境下で活動したり、水面に氷が張った、環境下でも交尾を行っていたりした例がある。昆虫、節足動物、甲殻類、貝類、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類,類,類、動物の死骸、植物の茎、葉、花、果実、藻類などを食べる。水底を徘徊して、食物を探す。 繁殖形態は乱生。主に5から6月に水場から離れた規定が砂や赤土、腐食質の開けた場所やアメリカビーバーやマスクラットの古巣、アリズカなどに1回に6から100個の卵を1年に1回だけ産む。卵は55から125日で孵化する。発生時の温度により性別が決定し摂氏20度でメス21から22、 25摂氏28度で、子雄ともに23摂氏24度、摂氏29度でオスになる。また、摂氏30度以上の環境下に4日以上さらされた卵はメスになる。オスは生後4から5年で生成熟する。メスは地域変異が大きく、例としてアイオワ州やテネシー州の個体群は生後4から7年、オンタリオ州の個体群は 平均生後17から19年で生成熟する。生体になってから飼育された元アシュで38年、8ヶ月の飼育記録がある。成長した噛みつきガメは凶暴で、動きは極めて素早い。名前が示す通りに噛みつく力が極めて強く、本気を出せば人間の指を簡単に食いちぎることもできるほどで、場合によっては大怪我を伴うこともある。その上、 首が長く柔軟でのアメリカ合衆国からの輸出量は約10万頭で主に日本に輸入されたと考えられている。主に元アシュが流通し、アシュ中米カミツキガメやアシュ南米カミツキガメは生息地で輸出が規制されているため流通が不定期、流通量も少数だった。2000年にカタンで海生動物愛護法により特定動物に指定されたことにより、 流通量は減少した。2005年に特定外来生物に指定されたため、輸入、飼育、販売、蝶と、息などが禁止され、違反した場合は、外来種被害防止法違反となる。外来生物法に基づく捕獲は、防除推進調査で、生息率が高い場所で実施され、2007年度は、千葉県桜市インバルマの防除モデル事業では、 気温が高くカミツキガメの活動が活発な10月頃までの実習をメドにしている。エビカゴを計50機仕掛ける計画で捕獲した本種は環境省にサンプルとして提供する甲羅の長さが20センチメートル以下の容体を除きすべて冷凍処分される。カミツキガメは食用にできる。鶏もも肉とスペアリブの中間のような食感で食材としては極めて優秀であるという。 しかし、凶暴で噛む力が強力な点を考慮すると捕獲には、怪我の危険が伴う。また、特定外来生物に指定されているため捕獲しても、生きたまま移動することができず、その場である、程度処理する必要がある。季節により活動が不活発であり捕獲しづらく、安定した供給が困難なため食材として、本格的に利用されるには至っていない。 ただし、蒸気のような防除活動で捕獲されたカミツキガメの活用法を探る一環として、イベントで料理が振る舞われることがある。ありがとうございます。